ロっていう人が作曲したエルトリート、子牛っていう場所です。で、ビジョルドっていう人は大変有名なエルチョクルを作曲した人です。で、この曲は非常にあの古いタンゴのスタイルを残しているということで、古典タンゴの傑作だっていうふうに言われています。では、ビジョルドのエルトリート、子牛。
次の曲はラ・ポパ・デル・オルビート、1921年に発表されたそうですけれども、これもともとは向こうでサイネーテっていう、まあ、オペレッタみたいな軽いオペラみたいなものですけども、それのために、作曲された曲だっていうふうに言われています。
サンバって言いましても、あのブラジルのサンバとは違いまして、ブラジルのサンバは S で始まるんですけども、アルゼンチンのサンバは Z で始まるんですね、スペインのところで Z でもサンバになるので、であのアルゼンチンのサンバっていうのはブラジルとはちょっと違って、非常にゆっくりなリズムを歌うものなんです。で非常にこのカタゴリカの風景というのはそのアルゼンチンのサンバの中でも名曲と言われています。ちなみに、全然調子も違って、で、そう、いわゆるプラチューのサンバは4拍子、なんだけど、こちらは8分の6拍子で、まあ、3拍子と2拍子が、混じったような変な感じがするので、伴奏は大変という中で、ガルベルが歌ったということです。で、皮肉なことなんですけれども、実はこの映画を撮って飛行機で帰る途中にですね、飛
行機事故で逃れてるっていうのはなくなってしまったんですね。で結局ヌーヨーサイドに行くことができなかったということになっています。でガスレに関連してですけど、なんで我々があのギターのタムをやってたって話よく言われるんですけども、あの初期のタムっていうのはギターとかあとギターとフルートなんていうので編成で行われてたそうなんです。でガスレっていうのはあの歌う時に必ずあのギターの伴奏で歌ってた。あの録音聞くとすごい古い録音ですけど、後ろでギターの伴奏してる、そういう感じですね。ということで、そのガルデルの、ニープレネスアイレスケリーと我が懐かしの皆さんです。強い酒を進めるときに、私も飲むからあなたも飲みなさい、ともいいよ、私は飲む、私で、押し付けるということなので、俺も飲むからあんたも飲みなっていうか、そういうふうに言って飲ませるそうです。それが、タイトル
初演は1917年だそうです。今から100年以上前ですね。で当時この大学生だった作曲者が何かカーニバルの行進曲として作ったっていうのが当時の